政治改革関連4報のお知らせです。衆議院議員選挙の仕組みが変わります。小選挙区300の区割りはいわゆる区割り法で定められます。比例代表選挙は全国11のブロックで行われます。政治資金は政党が中心になって集め、寄付の規制が強化されます。政党へは国の助成も行われます。改革の基本部分はいわゆる区割り法が成立施行されてから施行されます。